の話は本田総一郎さんの「やりたいことをやれ」という本の中から同じ題名の「やりたいことをやれ」という話です4つの話を今回は書いてあります1つ目ですけれども「若さの特権」前世紀の考え方から一歩も出られない先輩からですね「いい社員だ」なんて言われるようじゃその先輩以上に伸びないぞと先輩からにらまれるのを恐れてないで 若者らしく勇気を持っていろいろ経験し視野を広めろと言うんですね、うん、まあ多少過ちがあったとしても若気の至りで許されるよと、まあ、仕事にも人生にも大いに若さを発揮することが大事だよと言ってますで2番目若い人たちの方が偉いんだと年寄りはとにとかくですね今の若い者はと渋い顔をすると青年はいつの時代にもオーバーに言えば神よの昔からですね、まあ、これエジプトのロ,ザロゼッタストーンに書かれていると言われてますけれども 今の若いものはと言われ続けてきたんだとそのだらしないと言われてきた若い人たちが自動車を作り飛行機を飛ばし月まで行ける時代を築いてきたいつの時代でも年を取った大人たちより若い人たちの方が偉いんだと私は思う年寄りの方が世間知らずだと世界のジジイ経営者同様、まあ、この時80歳だったんですねこのジジイも俺は伊達に年を取っちゃいないと 若い者が真似できない体験をしてきてるしいろいろ見て,して見てきてるよとそうした知恵はきっと役に立つはずなんだと思わなくもないと、まあ、しかしそれを認めた上でですね、私は老人は社会の一線から早く身を引くべきだと考えているんだと理由は今の世界というものは年寄りの方が世間知らずだからだと急激な世の中の変化にもはや老人はついていけなくなっているんだと。 で、もう一つ最後、ですね。人間死ぬまでは生きるんだからと。人間、生を受けた以上、どうせ死ぬんだから、やりたいことをやってざっくばらんに生き、しかるのち、もろもろの欲に執着せずに枯れて、そして死んでいくべきという考えたらと。社長を辞めても、人間死ぬまでは生きるんだから、その間に今までできなかった趣味なり、社会奉仕の名誉職なりを思う存分すればいいんだと。そういうい役割があるんだよと。 こ,のこれは私が書いたんですけれども、山本城長という葉隠れのですね、人間の一生は、まことにわずかなことなり、好いたことをして暮らすべきなり、夢の間の世の中につかぬことばかりして、苦しみて暮らすは愚かなり、まあ、その同じようなあれです、勧詠集ってありますけれども、何しようぞくすんで、一号は夢をただ狂えと、何になろうと、真面目腐って見たところで、所詮人生は夢なんだよと。 ただ面白おかしく狂えばいいと。まあ、狂うというのはですね、吉田商人が言っている諸君狂いたまえということですね。じゃあ今日はこれで終わります。